はい、グレーサスから来ました野村と申します。こんにちは。今日はですね、前回ジャンボリー58回の時にルネサスが行っているフェゴを使ったそのテスト環境 の活動について報告させていただきました。で今回はそれについてもう少しだけ情報を展開しようかなと思って今日やってきました。で、簡単に自己紹介なんですけど、私はそのルネサス のオープン、オープンソースデベロップか、オープンソースの開発に関わるようなところ の部署から来ました。で実際にやってる仕事とすればルネサスで今売り出してるRカーっていうチップ のシステムテストをやってます。で実際にフェーゴを使って自動テストをやりながらその、チップの評価を今やってるところです。で、これは前回 のレーサスから発表させていただいた資料からの抜粋なんですけど、今実際に、これがちょっとすごく簡単なコンチェなんですけど、これがレーサス その、リファレンスボードです。で、今その R カーのチップ上で開発してるっていうのはマルチメディア系ですね。主にそのナビゲーションシステムとかで利用するそのマルチメディア系のテストをするために、ディスプレイをつないだりオーディオアウトプットをつないだりして、実際にその、自動化テストを行っています。で、その自動化テストはフェーゴを使って行っているんですけど、ここでちょっとだけレーサスとしてはやっぱりいっぱいボードを使ってテストしてるんですけど、その、テスト結果っていうのは一つのデータベースに保存していつでも後で閲覧したりとか、その特徴のあるデータとかそういうのを後で見られるようにするために一元化するためのデータベースを今用意しています。でそれを使って各そのいろんなテスターが行ってきたテストとかのデータを保存して、後で見られるようにするっていうものと、でそのテスト結果を自動的にそのプリントアウトっていうかそのあるフォーマットに従って、結果を閲覧しやすいような形で出力するっていうことも同時にやってます。でこれについて前回は簡単に説明させていただいたんですけど、で今回はですね、これを応用した形で今ルネサスで考えてるというか今作ろうとしてる環境について簡単に説明します。で何が言いたいかっていうとですね、ここがその他 のリモートインターネットサーインターネット環境で、こちら側がルネサスのイントラの環境だと思ってください。で、あるユーザーが、例えばこういうところの環境でルネサスのイントラネットにアクセスしてR カーボードのテストをやって、でそのテストの結果をリモートで得るっていうそういう仕組みを作っています。で実際に、簡単なそのシーケンスを説明させていただきますと、まずそのリモートアクセスでゲートウェイサーバーにアクセスします。でその時にフェーゴのここにサーバーがあるんですけど、そのサーバーのウェブイン、皆さんご存知のフェーゴ のインターフェースの絵がここで出てくるわけです。でそこで、実際にそこで自動化テストのそのテストの項目を選びさえすればそのインターネットの中にあるそのボードいっぱいいっぱいって言っても限られてるんですけど、でそこにあるボードの資源を使ってですねテストを実行します。それがまず3番ですね。でそのテストの結果を4番で、得たらこれ自動的にデータベースに保存します。そうするとそのデータベースにどんどん蓄積されていくおかげで、例えばいろんなそのテストの結果を後で見られますし、リアルタイムに見ることも可能です。でそれを使っそれをフェーゴのインターフェースを使って、例えばある、CPU のパフォーマンスを多分例えばバージョン1から10までの CPU のパフォーマンスの結果を並べて表示してくださいっていうような命令を出すと、それを自動的にあるテンプレートに従って出したりとか、であるバージョン の総合的なテストの結果を見せてくださいというような資料を出すと、データベースから引き抜いてユーザーの方に展開することができます。でこれが実際にここまでできているかというと、ちょっと少しだけ嘘があってですね、ここからそのゲートウェイからこちら側がちょっとまだネットワークの設定とかセキュリティの関係です。ちょっとこの辺が今いろいろ環境を考えているところです。ただしこちら側の右ですね、フェーゴの環境から、
あちらが右側の方は全てできてます。で実際にこれを使ってチップの総合テストをやっているところです。でここの利点として4台、今こういうので4台書いてるんですけど、実際に、数十台あるんですけど、それを同時にプレゴの上で制御することが可能となっています。で、これも次のページもちょっと単純なんですけど、これは前回 の資料から抜粋して、こういう形でテスト結果を出しますと、ここはまだちょっといろいろ修正する予定ではいるんですけど、今のところテストケースでパスをしたとか、実際にどういった結果が出たかっていうのを、一覧に出すっていうようなテンプレートです。で、もう一回最後なんですけど、これから今ちょっと疑問っていうか困ってること、もしくはこれからチャレンジしたいなっていう思っていることです。でまず一つはネットワークセキュリティです。先ほど申したようにまだちょっとネットワークのアクセスとかセキュリティについてちょっと検討中なところがあって、どうやってそのセキュリティを確保するか、あと公開していい情報と公開したらいけない情報ってやっぱあると思うんですけど、それについてどうやってどこのスコープを切るかっていうところを検討がまだちょっと十分に進んでないっていうところがあります。でここは内部的にどこまで出せるか、当然その運営者で作ってるフェイゴ用のテストスクリプトっていうのはアップストリームに上げていく方が上げていく予定なんですけど、実際にそのさっきのシステムをオープンに公開すべきなのか、どこまでオープンに公開したとしてもどこまでアクセスできるようにするのか、もしくはそのアクセスした後にどうやってセキュリティを維持させるかっていうところがちょっと課題として今考えているところです。あとワークロードですね。当然その不特定多数の人がさっきのシステムにアクセスすることになるので、当然負荷が上がりますと。でその時にどうやってその負荷を低減させて、もしくはそのウェイボそのもののパフォーマンスを上げたりだとか、先ほどの例で少し示したんですけど、ウェイボの搭載しているサーバーの、システムのパワーを上げたりとかして、それによってその負荷を下げたりパフォーマンスを上げたりっていうことも今考えようとしているところです。でここで後でちょっといろいろとお知恵を借りれればなと思うんですけど、ここら辺もしくはその先ほどの絵とかでちょっと不備というか、なんか疑問点がありましたら、お知恵を借りたいなと今心を持っているところです。で実際にじゃあどうすればその、負荷を低減する案があるのかとかいうのはちょっと今後レサスとしても考えていくべきなところがあるんですけど、何かアドバイスをございましたら、ぜひいただきたいなと思って今日やってみました。短いですけど以上です。では皆さんどうぞ。すいません、短すぎて申し訳ないです。村瀬さんから5分って言われてたんでちょうど動かれました。さっき の、はい、その左側のそのなんていうんですか、ルネサスさんじゃなくてパブリックのネットワークの方は、なんかユーザー登録かなんかした人がアクセスするようなことを考えられてる、それとも本当にもうパブリックに公開しちゃう、そこがちょっとまだ曖昧なところで、ね、おそらく今想定しているのはそのやっぱりユーザー ID を取得して、例えばそのボードを買ってくれたお客さんだとか、もしくはその例えばその会員なり、その今アルカーコンソーシアムっていってアルカー全体でそのコンソーシアムそういろいろお話をしているところがあるんで、そこで登録してくれたユーザーさんの公開するだとか、いろいろ方法はあると思うんですけど、うちのボスからはなるべく公開できるようにしろというようなお達しがあるので、気持ちはやっぱり公開したいな、ある程度公開したいなって思っています。はい、もしですよ、そのパブリックに公開してもらうときに、例えば我々みたいな、僕らティアワンなんで多分違いますからできるかもしれないですけど、ルネサスさん標準の Linux カーネルからいろいろ手を入れたりとか、手を入れた状態でなんか不具合が起こったときに、その元々のボードの問題なのかソフトの問題なのか我々が手を入れた問題なのかで結構困る時があって、で我々が例えばなんか修正したカーネルとかミドルウェアをそのターゲットボードの上で動かしたりとか、我々が作ったテストケースをそこのターゲットボードで実行したりとかっていうのもで
できるようになるって思ったらいいですか。すごくあの難しいとこかなって今ちょっと思ったんですけど、あのどうして難しいかっていうとですね、ちょっとあんまりあの広く言えるところはないんですけど、言えないところがあるんですけど、あの例えばその弊社の方で作った環境で何かしら問題があるのであれば、まあ、弊社の中で当然あの面倒見る必要があるんですけど、例えばその何かをいじった上で弊社のボードの上で何か問題があったってなった時に、それを切り分けるってこと自体に多分すごいあの労力がかかると思ってるんですよ。で実際に我々のところでお客さんとお話をしてると、たったそういうことがあってですね、そこの切り分けが非常に難しくなってくるところがあってですね、あの一応あの我々のその開発部隊としては一時切り分け部隊っていうのがあってですね、まあ、どっちの不具合なのかっていう切り分けをするところがありまして、まあ、それを今後今そういったあの外部の人たちから来たあの指摘事項とかも一緒にまとめてやるのかどうかっていうところのラインがまだちょっと明確ではないですね。その今待ってるのが、はい、例えばポーターとかヘルシとか我々使ってるんで、はい、あれなんですけど、ケルシュでルネサンスさんの標準のソフトの上で不具合を起こしたとして、その関係を渡したりとか手順を渡したりとかってすごく今手間なんですね。ああ、なるほど。なんでその辺もこれ使ってもう少しタイムで見ていればすごく楽だなって。ああ、なるほどです。なるほどですね。これは単純にこちら側左の人はもうあの言語のインタープ使うだけなんですけど、まあ、例えばこっちからそういったバイナリーなり環境なので、こちら側に移してで実際に一緒に、まあ、デバイスするなり、はい、対応するなりって話ですよね。それもまあちょっとこの図からは難しいかもしれないですけど、まあ、検討する余地があるかなと思いまして、で実際に、はい、まだいまだにそのいまだにっておかしいですけど、マテルシ前のバージョンなんですね。今これは想定は最新の今 H3 とか M3 とか言われているものなんですけど、それの環境なので、あ、まあ前の環境も同じようにできるはずなんですけどね、まあ、実際にこの今その最新環境で動かしている前はそのケルシュだとか、ケルシュなんだっけ、ナガーかとかそういうボードを使って実際に一回動かしたこともあるので多分可能だと思います。はい、ありました。ちょっとそこは、はい、検討してみます。使っていながらちょっともうそろそろ家庭の針が気になってきてるんですけど、ね、1点2点ぐらいの私だけ上田さんが用意されるって言ってたカメラですと、まあ、アルカコントジャルに入るとですね、パクチを出されてるんですよね。でどのパッチが当たっているというか、イメージを持ってテスト対象になるんでしょうか。あ、そうですね。そらく何というか、全部最後まで当てちゃって、これが最新ですよっていう出し方なのか、そのテーブルに繋がっている。それとも、途中のパッチが当たっている段階のものも繋がっているよというふうに伝えるのか。それがですね、正直言うとそこをどう環境を切り替えるかっていうのがまだここでちょっと少し課題があってですね、実際には他のボードと同じようにはね、NFS とか TFTP とか使ってそのバイナリーを切り替えるってこともできると思うんですけど、そのいろんなバリエーション、確かにいろんなバリエーションが出来上がってしまうので、そこを動的に切り替える方法っていうのをちょっと考えないとなっていうのはありますね。で今のところは多分最新環境でのテスト結果が出るというイメージですね。まあ、全てのそういう今までワーカーのパーツだとか当たって最新の環境でやるっていうような想定です。なぜその質問したかというと、ブレザーさんの場合に日本のブレザーさんと海外のブレザーさんで本当に同期して動いてるかっていうところが、私はね、スイートをしてもらえてどうだったの、海の向こうとこちらではどう話が触れてるんじゃないのっていうとそういう説明にリファレンスをされるんであれば、そうですね、海の向こうではこれだとか日本ではこれだとかとパッチがどこで上がるっていうバリエーションで、はい、マスターかなと思います。
大変耳の痛いお話で、あのいえいつもそういうあの怒られてばっかりで、あのおっしゃる通りだと思います。あのそこは、はい、あの確かにすごく問題がある点だと思うので、今後ちょっとあのこれからちょっとエンジニアと一緒に考えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、上田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。